そんな顔しないで。大丈夫よ。休暇のために帰ってくるんだし、卒業までには1年半しかないんだから。離れてたって心は通じ合えるわ。私たち恋人同士じゃない。なぜ、ユキエ、君は僕を追ってここまで来てくれたんじゃないのか。私はただ情熱の末路を知りたかったの。何を言うんだ。じゃあなぜ、なぜ僕と別れるつもりなら、なぜその体を。さよなら。指を噛んで、もっと強く、もっと痛く、血が出てもいい、ちぎれてもいい、あなたにあげてもいい。お願い、そうして。投げ出した青い体に火がついて、恋だがった。たとえ隠れて青を、燃えて燃えて狂って噂になって、無理に裂かれてなお意地になり、あとはどうなる流れの死なのが。お母さんはどこにいるの。私は知らん。13年前に出てったっきり消息は聞いてない。私、お母さんに会いたい。分かったわ。お父さんが冷たいのは私がお母さんに似てるからなのね。そうなのね。お前なんか私の気持ち分かってたのか。私、あなたなんかに産んでほしくなかった。あなたの血を受け継いでると思うと腹が立つわ。私はね、誰に遠慮もせず生きたいように生きてきたんだもの。どこで野垂れ死にしようといいんだ。私が好きなんでしょ。だったらもう裏切れないように、その手で私を殺してちょうだい。